どうも、首都圏住みます芸人の天狗です。僕は横山ひろゆきです。ザジーです。いや、似てるけど。え？川田聡です。お願いします。さあ今回はですね、地元民に愛される定食屋さんということで、はい、我々は埼玉県の入間市に来ております。そして紹介したい店はこちらです。こちらが西武池袋線入間市駅北口より徒歩約20分のところにあるそばうどんことさん。店内に入るとなんとも懐かしい昭和な雰囲気が漂う店内になっております。さあ店の中入ってきましたけど、はい、神田さん、ちなみにここのことさんは、はい、埼玉県の中でこれ実は大盛りで有名なんですよ。おお、はい、でこれね、ここはちょこちょこメディアにも出てますので、はい、全国的にも有名だったりするぐらいの大盛りのお店なんです。ああ、そうなんですか、ね、はい、そうなんですよ、まあ、で僕言うても、住みます芸人大食い代表みたいなのがあるんで、でも大食いですもんね、川田さんね。まあまあまあ食いますね、言うても、はい、なので、このことやっつけちゃってください。やっつけちゃいますか。はい、でも本当にメニューがたくさんあるんですよね。いや、そうなんですよ、ちょっと紹介させてもらっていいですか。はい、まあ、あのおうどん屋さんでね、こうやって定番のメニューがありましてね。ありますね、はい。あとこういうセットね。あ、セットも。ミニセット。あ、なるほど、あるんですね。あとカレーのね、はい、スケジュール。あ、美味しそうですね。ね、はい。まして今日頼むのが、はい、この定食の部がありますもんね。はい。そしてスタミナ定食。なるほど、はい。一番の人気ということでこれをやっつけちゃってください。やっつけちゃいますよ。お願いします。あれ。おかみさん来てくれました。いらっしゃいませ、ありがとうございます。はい、サービス品になります。よかったら召し上がってください。これサービス品ですか。そうです、その日によって違うんですけれども、はい、サービスでお出ししております。もう3つのこの小鉢がついてるんですか。ちょっともう1杯行きたくなるからねメニューですね、これすごいですね。ありがとうございます。じゃあちょっとスタミナ定食をよろしいでしょうか。はい、お待ちいたします。はい、行きました。スタミナ定食でーす。うわー、これはやばい。これは母さん、これすごいですよ。ちょっと一回下げてもらっていい。すごい。いや、すごいな、これ。これ、はい、普通盛りですか。普通盛りです。これ、はい、これ普通盛りですか。はい、普通盛りです。これはすごい。これちなみに大盛りもあったりするんですか。大盛りも中盛りもあります。これちなみにどれぐらいのご飯の量なんですか。2合ぐらいを目安に。2合、はい、2合ですか。はい、大体ね、大盛りだったらこれさらに上にこう来るんですか。いやいや、違うお皿です。違う丼です。違う丼に、はい、じゃあサービス品もこれついてますから。はい、はい、すごい量。飲み物もサービスしてまして、アイスコーヒー、ホットコーヒー、はい、じゃあ高いのですとほうじ茶もあります。あ、もうサービス品で、はい、いやちょっともういい匂いがたまんないんで。めちゃめちゃいい匂いしてますね。ちょっと行っちゃいましょうか。はい、やっつけちゃいます。はい、いやこれちょっと伝えたいですね、この大きさをちゃんと。あ、このご飯ね。はい、いやもうこれ持っただけでも大物シーフルや。分かりやすいように顔と比べてください。ああ、ちょっと比べてください、比べてください。そういうの分かりやすいかもしれないですね。さあ、どれぐらい違うんですか。こんなに違いますよ川田さん。余計な情報が多いです。いや、何ですか。いや、ご飯に眼鏡かかってるし、あの元ヤクルトの広沢似てるなっていうので情報が多いんすよ。いただきます。さあ、あ、からサービス品のね、うん、切り干し大根ですか。切り干し大根ですね。あ、お母さん思い出しますわ。家庭の味を、ええ、これお母さんの心遣いで
このサービス品っていうのは例えばお肉を頼んだらちょっと野菜のサービス品を出したりとかっていうので、あの多い時ではこの定食に8品ぐらい小鉢つくらしいんでね優しさです本当に。韓国料理やすい肉いきます。麺いきますか。メインの肉をじゃあ、うわーこれ、うわーこれ絶対うまいやつですね。いただきます。はい。うわ下からいった、下からいったよ。あ、お肉が柔らかい。いやめちゃくちゃ美味しそう。これはご飯の進む。あ、いいですね。でもそんなに濃すぎない味。はい、うわ、いきましたよこの。うわいいですね。簡単にいけますわ。あ、簡単にいけます。美味しいからいいですね。こうどんどんいける。おお。ちょっとあの本気出すんで。あ、本気。はいはい、髪くぐります。あ、女性でもやっぱりねご飯食べる時っていうのはやっぱねこう髪の毛長い方は髪くくったりしますもんね。あー、いいですね。もたいまさこさんやん。メガネ。いやそんな嫌なんです。ねえ食べてください。いやもう本気で食べるよ。本気で食べてください。はい、行きましょう。ちなみに先ほどちょっとお聞きしたら、はい、うん、このね週替わりのこのメニューもあるんですって。はい、で週替わりのメニューがあるんですけどそれ以外に日替わりメニューもあるという。すごいんですよこれ。マジで？マジです。俺なんで食進むんですかそれで。左腕の肘って左腕の肘が高っ。川田さん、はい、スピード遅ないっすか。めっちゃ落ちてますよ。だいぶ落ちてますよスピード。この時は、はい、やることあるんですよ。ここでクイズです。川田がこの後取った行動とは一体何でしょうか。さあお考えください。正解はこちら。正解は胃の中の食べ物を下に落とすダンスでした。完全に落ちましたから今。これも食べれるんですか。これで落ちたんですね。ゼロ状態になってます。ゼロになって、ゼロ。こっからまたいけるんですね。いや母さんこれこのちょっとだいぶ減ってきましたねこれ。いやそうやね。はい、いや左の肘高いんよな。肘高いんよな。ちょっとですよ。お、
さあ、おお、完食いたしました。いました。いや、頑張りましたね、これ。これちょっとお腹すごいんじゃないですか、これ。え？うわー、これ。どうでした？でも、いやでもね、すごい常連さんも多いというじゃないですか。はい、やっぱこう量はまあもちろんですけど、はい、メニューも豊富ですし、やっぱ味がまあ美味しい、飽きさせないってことですね。うん、だからやっぱこうみんなこれも分かりますわ。ぜひですよね、来てみて今後体験してください。ずっと口の中入ってます。